でお願いします。はい、了解しました。じゃあコンタクト取ります。お願いします。あ、武藤です。あ、どうもすいません、お休み中、はい、お休み中すいません。早急に言ってください。で、基本的にはあの今まだ RCC は回ってるという状態だと思うんだけれども、本院が言ってるのは早めに注水のその代替注水の準備をしておけということだと理解をするので、それを準備をして、でいざという時には、はい、入れると、そういうことでいいかと、そういう理解でいいですか。いやいや、あのいざじゃなくて条件が整ったら、今冠水してるとおぼしき段階で、もう減圧して海水入れるという、うん、最初から海水入れちゃったらどうだって言われてるってことですか。ただ要するにいずれその早晩あの来るような話なので、タフより上だろうと、まあ、大体推定できてるものなので、でそういうことなんですけど、あの武藤さん、それもあるんですけど、もっと重要なのは3号と1号の要するに ピットの海水ピットの中の水が効いたと思いますけど、今あのかなり減ってきてて、給水が困難だということで、今あのポンプ止めてるんですよ、1号と3号の、うん、だからここの方が今の1号と3号に対しては、問題であって、まずピットをちゃんとその満水にすると、で満水にするということで、逆に言うと飛行機はもうつながってますから、逆に言うと海水側から言うといつでも起動できるんですよ。満水にするのはどうやって満水にするんですか。それは一つあの海水系のポンプを今あの取り替えに行ってますので、それでピットを4号機からの取水路から海水をピットに入れるというのは1点で、もう一つ今消防車がついたんで、その消防車のもについている水をですね、乗ってる水をそのままピットに入れちゃうと、要するに耐水か、うん、海水構わずに水というものは全部もうピットに入れちゃうということを今やってます。1F では。でそうすると2号本院が言ってるように水を入れられるようになるためにはどのぐらい時間かかるんですか。多分1時間程度かかると思うんですよ。うん、んでその間を利用して、ベントのライン、ベントするためのベント用のその IA のコンプレッサーをですね、あの現場に持ち込んで、あの2号機のベントラインが、ドラベルベント、サプチャンベントのラインがですね、ちゃんと途中であの閉塞しないような措置を合わせて講じとこうと、うん、なるほど。そうするとそのあれだね、ピットに海水をその入れて水を確保するってのはどっちみちやんなきゃいけないことだし、今の、はい、それからその栄養弁開けて弁当をできるようにするのもどっちみちやんなきゃいけないことだし、はいはい、あとは決めなきゃいけないことはその RCRC 回ってると思ってるけれども、それに加えて海水を2号に最初から入れるかどうか、そこだけですか。はい、そうです。